今から約40年前の1976年から1994年、かつての読売巨人軍には安打製造機と呼ばれた名プレーヤーがいた。19年の現役生活で首位打者2回、ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞4回、生涯打率3割4厘、関東最東端、港町である千葉県銚子市からやってきたその男の名を篠塚和則と言った。しかしそんな篠塚も現役時代晩年は持病の腰痛に悩まされた。病院を渡り歩くも回復の兆しが見えない。次の方どうぞ。はい。そんな時、最後の望みをかけ訪ねた貴公子から思いもよらない言葉をかけられた。子供時代に遊び回った場所を一度行ってみたらいかがですか。じゃあ小学校時代ですか。何のストレスもない、腰痛の不安も、優勝争いの重圧もない、そんな子どもの頃の原点を思い起こす小旅行を提案された。こうして篠塚は貴公子の言葉通り生まれ育ったふるさとの銚子へと車を走らせたのであった。これは事実に基づいた物語。篠塚和則少年記、銚子のさんまと草野球。休憩でもしようか。よっしゃ。あれは時は1960年代、活気あふれる千葉の銚子漁港から新鮮な魚を積んだトラックが続々と首都圏へ向け出発していた。そんな中、篠塚少年には心待ちにしていた瞬間があった。じゃあ、行ってくからよ。おじさん。おお、来たな、トシボ。今日も持ってけ。ほら、油の乗ったサンマと油がたっぷり乗った日本一の銚子釣り金目だ。たくさん食べて野球頑張れよ。ありがとうございます。地元の子供へ漁師は気前よく魚を振る舞ってくれた。また来よ。篠塚少年の心に残る銚子は地元の人に、そして子供に優しい町だった。あんちゃん、あんちゃん、うちのあんこたっぷりのサネ屋のきんつば持ってきねえよ。ありがとう。今急いでるんでまた後で来るよ。
トシちゃん、ちょっと寄ってきなよ。調子の伊達巻き、今焼いたばっかりだから食べてきなよ。ありがとう。今急いでるんで、また後で来るよ。おいおい、何言ってんだよ。え？腹が痛いって？そんなこと言ったって、うちのチームはもう人がいないんだぞ。困ったな。監督さん、僕が打ちますよ。このサンマ預かっててください。おう。頼んだぞ坊主。9回裏、ツーアウト満塁、サヨナラのチャンスだ。決める。おい坊主、お前に俺の球が打てるか。打てるもんなら打ってみろ。よくやったぞお前たち。サンマありがとうございます。え、サンマ、あー、ありがとうな。はい、では。おいおい、ジュースでも飲んだけ。今とても急いでるんで。では、流し打ちのコツは？流し打ちは、やっぱりバットを体の近くへ通して、でその通した中で、まあ、右左あるんで逆方向に面を合わせる。合わせたら打球の飛んでいく方向にヘッドが出るようにスイングをする。これがまあ一つの、まあ、流し打ちのね、まあ、基本っていうか、そういうことです。よし、着いたぞ。おじさん、このサンマも焼いてくれる？お、ここに OK。 当時は空き地などでも火を起こしている場所が多数あった。さあ、焼けたぞ。ありがとう。うまい。これが調子のやつだ。ジュージューと油を滴らせ、焼きたての焦げたサンマをむしゃむしゃ、苦い内臓もがっつりと胃に流し込む。銚子の人々の優しさと新鮮な魚が篠塚少年の強い体を作っていった。じゃあ篠塚さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。久しぶりに犬馬町なんか足踏み入れて、はい、どうでしょう、何か感じたことありますか？いや、それはもう何十年ぶりだからね。だからそういう意味では、自分の中でもなかなかこういう風なものがないとね、ああいう形ではグラウンド降りて、ましてや野球もやらせてもらって、うん、本当楽しかったですよ。はい、もっともっと時間をね、一緒に交流してね、こう試合形式で、遊びたいなっていう気持ちが、うん、すごい湧きましたよね。サンマを子供の頃はたくさん召し上がってたと思うんですけれども、うん、やはりそれは篠塚さんのその強い体を作るっていう上では大きかったんですかね？まあ、そうですね。強い体っていうのはどうしてもやっぱり骨格なんで、やっぱ骨太、骨がこう強くなったっていうのは多分あると思いますよね。まあ、本当におやつじゃないけど、魚がおやつみたいなもんだったんで、まあ、サンマにしろ、やっぱりむずイワシとか、イワシの団子とかね、そういうものを結構食べてたんで、だからそういう意味ではそういうあれで、体線は細いんだけど、骨格っていうかね、骨太だったり、
骨太にできたというね、うん、だからそれはもう銚子の環境にはすごい感謝してます、はい、あのもう篠塚さんはあのプロ入ってからずっと巨人で活躍されて、はい、あの東京での生活が長かったんですけれども、いかがでしょう、今こうして銚子へのこう思いっていうのは何か特別感じるものはありますか。うん、それはやっぱりありますし、もう毎年毎年というか、まあ、こうコロナになってからはね、なかなか帰ってくることもできなかったのもあるし、やっぱり一番気になるのはやっぱり野球ですよね。やっぱり銚子商業もう一回こう復活して、あの銚子商業っていうものが甲子園に出るとね、多分漁港とかね、街全体が活気づくと思うんでね、それを願ってますね今はね、はい。はーい、そのままもうちょっとです。まさに義の義で、あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いいっすか。 ありがとうございます。大事にします。ありがとうございます。頑張ろう、調子。おー